クリスマスの壁面を華やかに飾りましょう。まず型紙とスプレーで背景になる雪景色を描きます。雪山の背景の上にクリスマスらしいパーツを貼っていきましょう。植木鉢と木の幹を貼ります。作り方は正三角形で作るビッグクリスマスツリーをご覧ください。小さなツリーを6つ使って大きなツリーを作ります。小さなクリスマスツリーの作り方は2種類ご用意しています。最初の2つは間を詰めて貼ります。間を詰めて貼ったり上下を重ねたりすることでお好みの大きさのツリーを作ることができます。一番上には大きなお星様を貼りましょう。金色のテープでお星様の光を貼ります。ここでは鳥よけテープをプッシュピンで留めていますが、粘着テープになっているものもあります。一番下に白い紙で雪に覆われた道路を貼ります。一番手前に小さなお家を貼りましょう。作り方は色画用紙で作る冬の街角をご覧ください。トナカイとサンタを上の方に貼ります。絵やイラストがたくさんアップされていますので、そちらを参考に作ってください。トナカイとサンタをつなぎましょう。紐は何でも構いませんので、トナカイの首とサンタの手のところをつなぎます。キラキラのモールで作ったリボンをたくさんつけます。リボンの作り方はモールで作るクリスマス飾りをご覧ください。これを全体にバランスよく貼ります。リボン以外の飾りを貼ってもいいですね。周りをポインセチアで飾りましょう。効率よくたくさん作るにはポインセチア量産お花紙ツリーをご覧ください。揺れる雪の結晶をつけましょう。紙を切って作った雪の結晶をラミネートして作る方法をご紹介していますのでご覧ください。タイトルをつけましょう。このタイトルはワードアートとオートシェイプを使って作っています。真ん中にベルをつけましょう。100円ショップの飾りを使うとバージョンアップします。最後にポインセチアを飾ります。雪の結晶が揺れる素敵な壁面飾りができました。それでは皆さん、メリークリスマス。